本日はドリームムービー株式会社本社ビル完成並びにドリームムービー財団設立記念式典にご出席いただきまして誠にありがとうございます。我が社は2010年四ツ谷にあります株式会社イカシアイタス浜の事務所を間借りする形でスタートいたしました。人生とビジネスを豊かにするということを映像を通してお手伝いしたい。ちゃんと描いてそこに向かって頑張って努力してそれが達成するということが生きているということの証じゃないかなと。それを映像を活用することで、楽しく楽々実現する。やりたいことって明確に持つかどうか持てるかどうかっていうのはすごく大事だなと思うんですけど、描けば叶うということを私は体験を通してとか成功した人々のお話をお聞きして実感しましたので、ということは描くお手伝い、頭の中で描くことをなかなかできない人は映像を活用して成功しているイメージというのを映像にしてそれをこう常に見る。2020年東京オリンピックが開催された年ですが、我が社も映像関係の仕事で関わらせていただきました。その時、あるご縁がきっかけでアメリカの企業の代表の方とお話しする機会があり、我が社の映像も世界で受け入れていただけるというイメージ、確信が鮮明に描けました。私は創業前より生き生きと働く大人たちであふれる社会、子供たちがそれを見て早く自分たちも大人になりたいとワクワク夢を抱ける社会となることに貢献したいと思っておりました。その第一歩は社員とその家族を幸せにすることだと思っております。そうですね、すごく快適で気持ちよく働けてますね。機材ももう最新のものが揃ってますし、社内の雰囲気はすごくいいです。一体感があるというか、大きな家族みたいな感じですね。年とかキャリアに関係なくいい件は取り入れる、そういう風通しの良さがあります。自分の作ったものでお客さんに喜んでもらう、満足してもらう、そしてその積み重ねが社会の役に立つ、社会を明るくする